マルクス・ポルキウス・カトウティケンシス。マルクス・ポルキウス・カトウティケンシス。紀元、九95年、紀元前46年4月は、共和制ローマ期の政治家、哲学者である。高潔で、実直、精錬潔白な人物として知られる。ポエニ戦争の時代に活躍したマルクス・ポルキウス・カト、ケンソリウス、大カトの彦にあたり、 曹祖父と区別するため、ウッティカのカト、カトティケンシス、カトウウッティケンシス、または、小カト、カトウマイナーと称される。セルイリアカエピオニスは、イフアネ、マルクスユニウスブルットスはオイデムコにあたる。カトは、紀元前95年に、マルクスポルキウスカトサロニアヌスと、妻、リウヤヌ息子として生まれたが、幼少期に両親を失ったため、 母方のおじであったマルクス・リウィウス・ドルススのもとに預かられ、イフケーのクイントス・セルイリウス・カエピオ、小カエピオの息子らと共に育てられたが、おじドルススもカトが4歳の時に同盟死戦争に従軍して戦死した。早くから親類者を失うという不遇な若年期を過ごしたが、イフケー、カエピオとは大変仲が良かったとされる。成人したカトは、 両親が残した遺産を受け取った後に、叔父の家を出て、ストア派哲学と政治の研究を始めた。当初は祖祖父の大加戸とは異なり穏やかな生活であったが、ここで最低限の衣服と雨に耐えることを学んだ。贅沢は酒、必要最小限の食事と、市場で簡単に手に入る安価なワインを好んで飲んだと伝えられる。これらはストア派の哲学に基づくものであった。また、 ストア派のフォーラムに参加したときは、その弁論で大いに評価を受けた。カトは、最初に、アエミリア・レピダ、アムリア・レピダと婚約したが、アエミリアは、婚約を破棄して、クイントス・カエキリウス・メテルスピウス・スキピオナシカ、メテルス・スキピオと結婚した。その後カトは、アティリア、ティリアと結婚。アティリアとの間に、息子マルクス、娘が生まれた。 紀元前72年、第三次奴隷戦争で、失勢艦敗下の僚を、トリブヌスミリトムとして従軍したカエピのために、義勇軍として参戦。ゲッリウス軍は敗北を喫したが、カトは果敢さを示し一定の評価を得た。ゲッリウスは賞を与えようとしたが辞退した。紀元前67年、カトはマケドニア属州で軍部につき人頭指揮をとった。 ローマ軍の兵団を担当して、侵食を兵士と共にし、厳しい軍律を兵士に敷いたが、軍団兵はカトを指示したと伝えられる。カトが、マケドニアで軍務についていた最中に、最愛の兄、カエピオがトラキアで重篤に陥ったとの知らせを受けた。激しい好転の中でカエピオの元へと向かったものの、到着した時にはすでにカエピオは死去していた。贅沢を生涯避けたカトであったが、 唯一カエピオの葬儀だけは誰からも支援は受けずに、自らの単で大きな費用をかけたと伝わっている。カエピオの遺産は、カエピオの娘セルウィリア、セルウィリアとカトの間で分けられた。紀元前65年に、マケドニアでの軍務を終えて、シリアや小アジアを旅した後に、ローマへ帰還したカトは、クワエストル財務官に選出された。カトは、 クワエストルに選出されると職務に必要な知識、特に税金に関連する法を勉強し、任期中に不正に国庫の資金を流用したクワエストル経験者を告発した。また、当時ローマで最も人気のあったグナイウス・ポンペイウスに近く、カツル・キウス・コルネリウス・セッタの側近であった人物を最初に国庫資金の不正流用、ついで殺人罪で告発した。 年末にカトは退任したが、ローマ市民はカトに喝采を送ったと伝わっている。カトは、クアエストル辞任後も不正への監視を続けた。元老院議員となったカトは頑固な性格であり、元老院の会議はすべて出席した上で、会議の席で性的を批判した。カトは、元老院議員となった当初から、オプティマテス、罰俗派、元老院派に所属したが、 オプティマティスに属する人物の多くがスッダにつながるものであったに対して、カトはオプティマティスが元老院を中心とした生態維持を主目的としているために属したのでった。なお、カトは若い時よりスッダを軽蔑していた。紀元前63年、五民館に選出されたカトは、当時ローマを揺るがせていたルキウス・セルギウス・カティリナの一般による国家転覆の陰謀へ対処していた、失政官。 マルクス・トゥ・ディウス・キケロを演する立場に立った。元老院でカトはカティ・リナによる国家転覆の陰謀を鎮圧するためにラのカティ・リナ一派を死刑にするように提案。カティ・リナに関わるあらゆる人間を告発し、ラもカトの提案に賛意を示した。一方でガイウス・ユリウス・カイサルはカティ・リナ一派が有罪であることには同意したが死刑とすることには 反対し、財産を没収した上で一連の騒動が、鎮静するまでごに繋ぐべきと論人を張った。結局はキケロによる裁判で、カティリナ一派に対する死刑が決定。元老院はカティリナ一派へ、セナトゥスコンスルトゥムウルティムムを決議した。カティリナ自身は、イタリア北部へ逃れて拒兵したが、ローマ軍との戦いで廃死した。 カトにとって、生涯の性的となったカイサルとの関係はこのカティリナ、事件から始まることとなった。カトは、カイサルが、カティリナ一派と共謀して、国家転覆を企んでいたとして、カイサルを激しく及ぼした。元老院でのカイサルとカトの議論が行われていた、最中に、カイサルに対して一通の文書が届けられた。カトはその文書に関して追及し、 カイサルからその文章を受け取ったが、カトのイフ姉デカエピオの同等姉にあたるセルウィリアがカイサルにあてたラブレターであったため、カトは大いに恥をかき、以降はカイサルとセルウィリアの間の終文に議論が移ってしまい、上記の話題は吹き飛んでしまったと伝わっている。なお、セルウィリアは後に離婚を余儀なくされた。紀元前61年、シリアパレスチュナ島を ローマの俗州としたグナエウス・ポンペイウスは、外戦式をローマで行うために、失政官の選挙を外戦式終了まで延期するように元老院へ依頼した。元老院の一部に認める動きがあったものの、カトはこれに反対して、ポンペイウスの提案は認められなかった。ポンペイウスは、関係づくりのために自身より、はるかに弱敗であったカトの娘を、自らの妻迎えたいと申し込んだが、 カトはこれに一切取り合わなかったため、ポンペイウスは人気を落とした。これらの仕打ちによってポンペイウスは元老院への不満を持つこととなった。同年、ヒスパニアウルステリオル属州総督の任期を終えたカイサルも上記のポンペイウスと同様の内容を元老院へ依頼したが、元老院はこれを拒否。カトは元老院で日が暮れるまで長時間に及ぶ演説を行うことで、 疑似信仰の妨害行為を行った。そのため、カエサルは外戦式を諦めて、ポンペイウス及びマルクス・リキニウス・クラッススと政治同盟第一回三党政治を結び、紀元前59年の執政官選挙でカエサルは三党政治の密約の通りに執政官に当選した。カエサルの同僚の執政官は、マルクス・カルプルニウス・ビブルス、カトの娘ポルキアの初の夫であったが、 オプティマティスはカイサルへ対抗するためにビブルスへ進んで資金を提供した。精錬で知られたカトも必要悪としてこの買収を認めたと伝わっている。カエサルは農地法案を提出したが、カトは農地法案の成立を長時間の演説によって阻止しようとしたため、カイサルはリクトルに命じてカトを元老院の議場から強制退場させた。しかし、 一部の元老院議員がカイサルと元老院にいるよりはカトと共に牢獄にいる方が良いと宣言し多くの元老院議員もこの強制行為に対して異議を申し立てたそのためカイサルはカトへの強制退場を解除させざるを得なかった一方でカイサルは農地法案を反対の多かった元老院ではなく市民集会へ提案したここでも カトやビブルスは反対の論人を張ったが、市民から激しい抗議を受けたことから、トーンダウンし、農地法は成立した。なお、ビブルスは、農地法成立以降は自宅に引きこもり、職務を放棄した。紀元前58年からカエサルが総督として、ガリアへ赴任し、ガリア戦争で、ガリア人との戦争を始めた中、三党政治側で、 古民間に当選したプブリウス・クロデュース・プルケルが、頭角を表した。クロデュースはカトを疎ましく思ったことから、カトを、キプロス併合のためにプロプライトル、全法務官格の総督として派遣することを提案し、可決された。カトにとって、不本意であったものの、決議に従って、キプロスへ向かうことを受け入れた。カトのキプロス派遣によって、 重しの外れた格好のクロディウスは、その後、キケロのローマ追放へ邁進することとなる。キプロスに赴任したカトは、無事に、キプロスのローマへの併合を完了させた。キプロスは、豊かな地方であったが、カトは、クアエストルの職にあった時と同様に不正を、行わなかったことから、俗修総督後に、当時のローマで頻発していた汚職による告発とは、無縁であった。 キプロス属集家によって、ローマは新たに銀貨で7千タラントを得ることとなった。元老院はカトに対して、キプロスでの功績により、凱旋式を行うように伝えたものの、法に反するとしてその申し出を拒否した。なお、ローマへ帰還したキケロは、パトリキ出身のクロデュースが、プレブス出身者しか、就任資格のないはずの五民館に選出され、その職で行った。 法的措置はすべて無効であると発言、決議に持ち込んだのに対し、カトは自分のキプロスでの功績がすべて取り消されるのは横暴であるとキケロを批判したため、これ以降、カトはキケロとの中が冷却化したと伝わっている。紀元前56年3月にローマへ戻ったカトは、その年に三頭の間で行われたルッカ会談で、ポンペウスとクラッススが、 紀元前55年の執政官に着くと密約したのに、反発して、妹ポルキアの夫であったルキウス・ドミティウス、アヘノバルブスを執政官選挙に擁立したが敗北。しかし、翌年の執政官選挙、紀元前54年度では三党政治側の候補を破って、ドミティウスが当し、カトモプライトル、法務官に選出された。この頃より、 徐々に三党政治側のつながりは弱まりつつあり、紀元前53年にカルライの戦いでクラッススが戦死したことで名実ともに崩壊した。カトはハンカエサルの旗頭としてポンペウスへ徐々に接近し、紀元前52年にはクロディウスが暗殺されて混乱状態に陥ったローマを治めるためにポンペウスへ単独で失政官に就くように要請た。カトは 紀元前51年の執政官選挙に立候補したものの敗北した。猛烈な増収愛と選挙違反が横行した選挙であったが、加藤は正々堂々と選挙戦を戦った。ただし、これが加藤にとって最後の執政官選挙への立候補となった。カエサルがガリア総督として任期が切れる紀元前49年に執政官選挙へ。 認知から立候補できるように元老院へ依頼があったが、カトラ元老院派はカイサルが軍をすべて解散した後でなければ認められいと伝えた。カイサルは一つの属州と二つのローマ軍団まで削減すると情報し、ポンペウスやキケロラはカイサルの意向に沿った内容での落ち着きどころを見出そうとしたが、カトはドミティウスやその年の失政官、ルキウス・コルネリウス・レントルス・クルスらと共に、 この情報案に対して激しい批判を浴びせ、元老院として一切情報しない方針を示し、カエサルに対するセナトゥス・コンスルトゥム・ルティムムを決議した。カエサル派の五民間らは、ローマから逃れざるを得なかった。紀元前49年1月、カエサルは元老院派を打倒するべく、イタリア本土と属州の国境であったルビコン川を渡って、ローマへの進軍を始めた。は、 ポンペイウスらの元老院派の中心人物であり、カエサルへの徹底抗戦を誓って、その年の認知であったシキリア属州へと向かったが、ガイウススクリボニウスクリオの軍に攻め込まれ、カトは戦闘に入る前に、ポンペイウスの本軍が駐留していたアカヤギリシアへと逃れた。アカヤでカトは海軍を率いていたが、ポンペイウス率いる陸軍が、ファルサルスの戦い、 紀元前48年8月で敗北したことから、元老院派の強固な地盤の一つであった、アフリカ族州へと逃れ、ウティカへと入った。東方を平定したカエサルは、紀元前47年12月に、アフリカへ上陸した。カトは、かつての婚約者エミリアを妻とし、遺婚のあるメテルススキピオと共に、ポンペウス死後の元老院派の最高実力者一人であった。 軍団内にはカトを指揮官としてカイサル派へ向かうとの意見もあったが、カトはメテルス・スキピオに総司令官を譲って、自らはウティカの守備に就くこととした。紀元前四十六年四月、元老院派はカエサル軍との決戦に敗北、タプススの戦い、メテルス・スキピオらは敗死、ティゥスラビエヌスらはヒスパニアへと逃れた。タプススで勝利を収めたカエサルは、 ウティカを包囲して、カトに幸福を迫ったものの、カエサルによって許されるのは、王者の徳を受け入れるものとして、これを拒み、自害して果てた。死の直前に、プラトンの、パイドンを読み霊魂とイデアの不滅を自ら言い聞かせた。ルーブル美術館の、カト全神像はこれをモチーフにしたものである。カトが歯を自らに突き刺したのを発見した、カトの奴隷の一人は医者に連絡して、傷口を縫合したが、 カトは誰もいなくなったのを確認すると、包帯と包合を引き剥がして、自ら蝶を引き抜いて絶命したと伝わっている。ウティカでの、このエピソードもあって、カトは、ウティカのカト、カトウティケンシス、カトウティケンシスと称されるようになった。カトの死後、キケロはカトを称賛した、カト、カエサルはそれに反論する、ハンカトをそれぞれ執筆したが、いずれも現在は散逸している。 カトの死から2年後の紀元前44年3月にカエサルを暗殺したマルクスユニウスブルトゥスはイフアネセル・ウィリアの息子で甥いにあたり娘ポルキアと再婚していたカトはダンテ・アリニエリの女児誌新曲に登場し煉獄編で煉獄さんの門番となっている楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください